そう、あと奇跡が起こった話もあるよ、もちろん。すごい奇跡が起こった話とかさ。逆もあるよ。お前、こんな病気でこんな簡単に人殺していいの?みたいな。そんなのザラにあるからね。先生が、どうしよっかなーって迷ってるうちに心臓が止まっちゃうとか。本当にあるからね。本当に。じゃあ奇跡の話はさ、具ぐらいいっぱい出てくるんじゃん。いや、あるよ。余裕であるよ。心臓の手術してて、俺自分がさ、心臓に興味あるから、心臓の手術してて、いや、ガッザラにあるよ。でもそれって仕方ないんだよ。なんでかっていうと人間の限界だから。人間の限界なんだよ。機械がやってるわけじゃないから、人間ってヒューマンエラーって 100% 起きるじゃん。判断がつかないところもあるんだよ。だから医者ってね、よく言われるのが、失敗してもいいから腹切れって言われるの。だからみんなさ、イメージしてほしいんだけど、一番自分たちがさ、苦しい、危惧してる状況って、夜中、パワーがない時、マンパワーがない時に病院に運ばれた時って一番心配じゃん。救急で行って、わかんない。みんなだっていきなり、うーって苦しくなって、病院に運ばれるかもしれないんだけど、その時にね、担当するのって研修医なの。意味わかる?医者になりたて1年目2年目なの。技術なんかなんもないよ。はっきり言って。その人たちが担当するんだよ。で、どうしようもなくなった時に、バックについてる先生が電話で、先生助けてください、すぐ来てくださいって言われて、まあ、30分とかで、もうみんなそうだよ。どこも、まず研修医が担当するから。で、迷ったら、やれって言われるの。なんでかっていうと、やって失敗したら、言い訳になるから。俺はこういう所見でこう思ったから、こういう治療しましたけど、ダメでしたっていうのは、大前提としてあるじゃん。で、でもしょうがないじゃん。わかんないもん。しょうがなくない?医者だって全知全能じゃないから。全神様じゃないんだから。だから、それを、ミスだのなんだの、つくのはおかしいんだよね。医者不足じゃないよ。それはもう仕方ない。24時間365日、稼働していかなきゃいけない企業の、まあ、医療機関ってさ、まあ、医療法人だから企業じゃん。もう勤めなんだよね。まあ、手は尽くしましたっていう、本当にだって手尽くしてるから。本当に手尽くしてるじゃん、だって。研修医ってもすげえ賢いけど、でも研修医だよ。研修中だよ。でも救わなきゃいけないっていう。だから、本当に尊敬してるんだよ。だって、我々はさ、先生どうすればいいですかって。もう丸投げできるから変な話。わかんない。先生助けてって。で、先生ってそれ言えないんだよ。全部自分で処理しなきゃいけないんだよ。で、迷ってるうちに本当に心臓止まって死んじゃって、遺族から訴えられた先生俺知ってるよ。でも、私手尽くしたんでって言って、もちろん裁判で余裕で勝ってたけど。余裕で勝ってたけど。で、手尽くしたんだからしょうがないでしょって。医療従事者の病院のカースト事情教えて。でもしょうがないんだよね。手尽くしてんだから。手尽くしてる。純がやっちゃったらバンバンあるよ。バンバン。たまたま人死んでねえけど、ほんとに。バンバンあるよ。全然ある。誰しもあるよ。誰しもあるよ、そんなの。バンバンあるよ。誰しも余裕であるでしょ。医療事故なんて。100% あるよ、みんな。ただ人は殺しちゃいけないからさ。その、大きい事故を起こさないっていうのが大事だからさ。しかもそういう時も先生がケツ拭くからね。最終的に。先生が、患者さんと家族にすいませんでしたって頭下げんだよ。俺たちみたいなさ、最底辺の起こしたことも、だって、俺たちは診療のね、手助けしてるだけだから。そうそうそう。故意による過失じゃなかったら先生が、本当に頭下げることになるからね。あまり言っちゃったらちょっとね、めんどくさいことになるから言わねえけど。言って大丈夫なの?いや、言って大丈夫なのかっていう知識が、の時点で俺はだからおかしいと思うの。で、そんな、神様じゃないから、絶対起きるから、だからインフォームドコンセントを徹底してるんだよ。だって。100% 大丈夫だよっていう手術でも 95% っていうの。なんでかっていうと人間はミスするから。だから手を尽くしましたがこういう結果になりました。だってさ、心臓の手術してて誤って心臓の血管ピチって切っちゃって下手くそでね。それしかない。なんでかっていうとそういうリスクありますよっていう説明をしてから手術するから。下手くそじゃないんだよ。リスクなんだよ、それって。我々はミスするからね。で、故意にやっちゃいけない。故意にやるのはすごいもう悪質で、犯罪だよ。犯罪で。仕方ない部分なんだよ。だから、かかる人たちも、本当にそういう認識で、だからこそ真面目に話を聞いてほしいし、真面目に病院を選んでほしいの。で、選ばれる病院にならなきゃいけないっていう意識を持たなきゃいけないじゃん。で、相乗効果で質が上がっていくっていう。おっさんの自分語り枠。だからその患者側がいい加減なんだよ。本当に。マジでマジで。民間企業だからね、女子医大だっけ人死にまくってたの。でもあれもちょっとかわいそうだよ。言われちゃったら終わりだけどね。言われちゃったら終わりだから。
ニコ生で自分語り、ニコ生で自分語りするところでしょ。何すんの？政治経済語るの？女テレビ見とけ。NHK とかの方がよっぽどまともなやってんだろ。下ネタか、自分語りか、他の生らしい話だよ、俺は。ニコ生はね。自分語りとか医療に対するコンプやばそうの。なんで、医者に対するコンプレックスなんて俺全くないよ。俺ちっちゃい頃から本当にリスペクトしてるし。だから俺言ってんじゃん。病院に勤めて本当に苦しいしさ、で、クレームも多いし、辛いことばっかりだ、人間関係も。唯一一個だけメリットあるのは、医者と一緒に仕事ができる。医者により頭いい人間なんて俺この世にいないと思ってるから。そんな日本の最高頭脳たちの指示のもと働けるっていうのはめっちゃ勉強になるからね。めっちゃ勉強になるから。マジで。本当に本当に。本当に本当に。すげえためになるよ。その人がそういうケースで選ぶ言葉のチョイスとか、人間関係でめっちゃ役に立つの。こういう時にこういう言葉のチョイスをすれば、人ってこういう風に思うんだっていうのがすげえ勉強になるのね。やっぱ、頭のいい人たちが、ずーっとさ、同じ大学で6年間、ね、切磋琢磨して、なってるから、頭のいい人間関係の中で構築された言葉のチョイスみたいな。だからニコ生とかにもすげえ役に立つのね。本当に。うわ、ここ、会話が上手いの。やっぱ文章の構成とかさ、上手いのね。うわ、こここういう。だから先生のムンテラとか聞いて、これ絶対ニコ生で言おうとか、本当にあるの。先生が患者さんとか先生患者さんの家族に話してる内容聞いて、これニコ生で絶対使えるみたいなのめっちゃくちゃあるのね。マジでマジで。可愛いナースとかめっちゃいるよ。本当に。看護師にも頭いいの。まあ、どこの部署にもいるよ。どこの部署にもいるけど。面白いよ、だから。だコンプレックスガチでないよ。俺、医者に対するコンプレックス。だって、花からさ、同じぐらいの実力でちょっと負けてる人に対するコンプレックスってあるけど、俺、雲の上の存在だからはっきり言って、医者なんてなれないからさ。多分努力しても。だからコンプレックスなんか全くない。やっぱり全幅の信頼を置いて、リーダーとして尊敬してる。かな。リーダーとして尊敬してる。本当に本当に。お前、懲戒解雇にならないか。まあ、なったらなったらね、ちょっと。いろんな道を模索していこうかな。でもならないんじゃないかな。ならないと思うよ。比較的その手抜かずに一生懸命やってるから。研修見下し、いや見下してない、実力ないだけで。え、それはそうでしょ、だって。で、経験積まない医者ってさ、何が一番大事かっていう、言うと経験じゃん。経験なんだよ。多分、地頭がいいのはみんな一緒だから。見下してなくて経験ない人間ってできないからさ、何も。人の命を直接にな、ね、扱う職だしね。そうなんだよ。だから俺はさ、その病院トークしたかったんだよ。てか、したいんだよ、俺。医療従事者の。だからね、俺嫌だの。一番絡みたくないのは、ニコ生で医者やってるやつとか、生主絶対いるじゃん。医者で生主みたいで絶対いると思うんだけど、めっちゃ絡みたくない。なんでかっていうと、すげえ、一番俺タレントより遠慮しちゃうから。タレントより立てちゃうから。ああ、マジっすか、先生みたいな感じで。一番自分のキャラが出せない。慣れても出せない。絶対出せない。出せないね。タレントだったら俺慣れりゃ、なんだてめえこの野郎みたいなこと言えるけど、俺医者には出せないわ、多分。尊敬が入っちゃう、やっぱり。すごい人間だっていうのを、8年間目の当たりにしてきてるから。いや、ほんとほんとほんと。それはもう刷り込まれてる、俺の頭の中に。キルアのあれだよ、イルミの針みたいな感じで、刷り込まれてる。いや、タレントだったらいけるよ。慣れれば。同じフィールドじゃん、変な話。生放送出ちゃって、カメラ向けられたら同じフィールドじゃん。言い訳だけでもない。いや、俺タレントじゃないんで、って。よくドグマが素人なんで、とか言うけど、俺そういう気持ち全くないから、俺ライバルだと思ってるからさ。そこで、必要とされる人間が残っていくじゃん。じゃない？だけど、医者はちょっとね、できない。西川先生だったらタレントだからいけるわ。西川先生だったらいけるな、なんか。川島直美とかガリガリにやっちゃったよね。ガリガリに。それはもうね、もう刷り込まれてんだって、ちっちゃい頃から。刷り込まれてんの、許してよ。病院の薬剤師ってどんなんだろうな、実際働いてみればいいじゃん。いいもんなんじゃないの？次第の薬学部じゃ元取れなそう。純飲み物飲みすぎじゃねえ、なんかやっぱ。ねえ。喉乾いてしまうじゃん。西川って毎日おなってるらしいな。この落差な。俺が好感度必死に上げたのに。めちゃめちゃ好感度上がったのに、なんか西川先生のオナニーの話に次移行していくの。俺女のオナニーとかあんま興味ねえんだけど、俺男のオナニーを。男のオナニーには興味あるけど。
医者の親父に対する意見変わった。そう、お前親が医者とかマジ幸せだからだ、どんどん親父の話聞いた方がいいよ。そんな歩く生き字引だよ。俺のニコ生見てるなんかよりよっぽど勉強になるからね。現役医師の生主いた、コミュレベル71、まあなかなかやるよな。医学部はね、1000万ほどかかると。まあそれに持って値する、行くに値するバッグがあるんだよ。